セリングにも球春到来です。プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。巨人広島開幕戦の模様を各選手のコメントを添えながらお届けします。では今日のゲームの解説ご紹介します。まずお一人目、現役時代の15年間背番号40をつけていた立川光雄さん。そしてお二方目、通算成績127勝102敗22セーブという石垣幸弘さん。このお二人でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロ野球ファンの夢を乗せて今年のペナント、その幕が開きます。さあ今日の先発のマウンド、上原、2005年開幕戦のマウンドになります。やはり最初は気持ちのいいボールが見てみたいですけどもね。はい、さあ初白星を飾りたい。豪快なフォームから低めの球をすくい打つ技術は天才の一言、東洋一の切り込み隊長尾形光一。さあ今年の第1球詰まった、一二塁間はどうだ。このままキャンバスを踏んでアウトになります。天才的な走塁技術と的確な判断力、攻守走三拍子揃ったショートストップ、尾形義則。初球はストレートから入りました。ここは外してきました。決めてきました。しかし今日はストレートがいいように思いますが。さあ4球目、真ん中打ちました。これはピッチャー一塁、これはアウトです。軸足に体重の残った崩されないバッティング、度重なる困難を乗り越えて掴んだ栄光、10年目のリーディングヒッター島茂信。昨年は7年連続の B クラスも若手の台頭という明るい話題もあったこのカープです。カープ今年は果たして何位につけるのでしょうか。ラモト2ストライク、さあ追い込んだ。さあ次の4球目は、あっとスイングアウト三振、キャリアウトチェン、今シーズン初の三振を奪いました。1回の表が終了、カープ三者凡退に終わっています。そしてカープの先発ピッチャー黒田、こちらも開幕のマウンドに上がります。向こうの立ち上がりからすればこっちも三者凡退でいきたいですけどもね。はい、さあ初勝利へ。打者をねじ伏せる剛球といつまでも投げ続ける溢れるスタミナ、ザ・鉄腕黒田博樹。打球への嗅覚、グラブさばき、スローイング、その全てがメジャー級、華麗なるセカンドベースマン西俊久。1回の裏ジャイアンツの攻撃、さあ注目の1球目、2球目はどうか。これは見送りました。1球2球と続けてボールを投げてきました。ストレートできました。カウント1エンド2。さあバッターちょっと有利か。さあこれはいい当たり、一塁へ一塁、これは十分間に合います。アウトです。勝負強い打撃に右方向にも長打が打てる現役最高の広角打者、井岡智広。第1球、初球見送っていきます。ノーワンです。2投目はこれはスライダー、ボールが続きました。さあ3球目はストレート、ワンストライクツーボール、バッティングカウントになった。これも強い当たりだ。レフトへの大きな当たりも伸びている。これは文句なし、先制のホームラン。ここで一発が出ました。満員の東京ドーム、ものすごいスピードでレフトスタンドに飛び込みました。今先制のホームイン1対0。今のプレーをもう一度見てみましょうか。ついに FA も獲得してしまった最強最良の池前砲、56に最も近い男タフィーローゼ。マウンドは先発ピッチャー黒田。さあ最初の1球、初球膝元インコースに来ました。ワンナッシングです。打ちに決まりました。さあツーナッシングとなりました。この3球目はどうする。この低めは、この球は外れています。ボール 2-2 です。さあ何を見せるか。これも痛烈な打撃、打球はセンターへ上がったぞ。しかしこれは正面、
取ってツーアウト。ああ、いい当たりでもね、これ正面ではどうしようもないですからね。本当そうですね、野手正面の当たりでした。完全復活を果たした球界屈指のアーティスト、あふれるキャプテンシーでチームを引っ張る巨人のニューリーダー、小久保裕紀。ここは見ます、これは大きく外れてボール2つになりました。さあ3球目、ここはストレート、ノースリーです。まっすぐ打ちました、高いバウンドになりました。取って一塁間に合うか、一塁アウト、スリーアウト。1回を終了しています。しかしジャイアンツ1対0、先制点が入りました。広角に打ち分けるシュアなバッティングに、内野守備ならどこでもこなす器用さを持つ万能助っ人、グレッグ・ラロッカ。バッターの4番ラロッカ、最初のボールは、最初はストライク、ボールカウント1ストライク。2投目インコース低め、これは決まった、フォークで追い込んでいます。3球三振、見逃した、手が出ませんでした。投手の一番良い球を狙い打つ球界屈指のバットマン、孤高の侍、前田智則。巨人対広島、その連戦の初日の模様をお送りしています。最初はストレートから来ました。さあ西崎さん、今日のピッチングを見てどうですか。変化球打ちました、打球はショートへ、一塁、これは余裕があります、アウトです。ヘッドを鋭く走らせるスイングが生み出すその圧倒的な飛距離、大ブレイク期待の若武者、栗原健太。バッター2人を打ち取っています。第1球です。まず変化球を見せてきました、この球は入りません。2球目はどうでしょう。さあ3投目、またストレートできました。今の何狙ってます。なんと空振り三振、スリーアウトチェンジ。まっすぐの球、当てさせませんでした。さあジャイアンツ、この後5番から始まります。ボールを手元まで呼び込み、自分のポイントで捉える天才にしかできないバッティング、進化し続けるウルフ、高橋由伸。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、3割1分、7厘のアベレージ、そしてホームランの数が30となっています。中へのストライク、ボールカウント2ストライク、低めボールにしてきました。さあ4球目、低めの球、本当低めに丁寧なピッチングですけどもね。これは落ちるボール、打球は左、一塁送球、一塁はアウトになります。大声援を背に受けて男一匹打席に立つ、岸和田が生んだ占領役者、清原和博。この試合先発のマウンドに上がりました。早くも1点を失っています。さあどうでしょう。ここは変化球、ワンエンドワンになりました。さあ3球目、この球は見ます、シュートで追い込みました。次が4球目、滑った感じでしょうか。次が5球目、いい当たり、破った、これはセンターへ転がっていきます。ここでヒットが出ました。世界一のチームからやってきた、メジャーでも嘱望された大型助っ人、そのきらびやかな肉体で巨人の救世主となれるか、ゲーブ・キャプラー。さあ初球です、まずは見送りました、ワンストライクです。この球はどうでしょう。これも強い当たりだ。さあファーストランナーが二塁へ回ります。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ、ツーベース。勝負どころで派手に決められるお祭り男、最高で最強の捕手、阿部慎之助。この回ヒットを2本打たれています。まずはインコース、さあカウントはワンナシン、インコースストライク、2つインコースに来ました。これも鋭い当たり、この打球はこれは打ち、やはり入った、スリーランホームラン。阿部、今シーズン第1号、
回の裏ホームランが飛び出しました。序盤から点を重ねていきます。そして今ホームイン4対0。そしてラインの手荒い祝福はあるんでしょうか。3点を追加します。リードは一気に4点広がりました。さあリプレイでご覧いただきましょう。打順が移ります。上原右のバッターボックスです。ピッチャー上原、背番号この回も点を与えています。第1球低めから攻めていきます。ワンストライクです。どう攻めるのか。行きました。左へ行った。ファウルボール。さあ追い込んだ。低めの球外れています。ボールにしてきました。低め2ストライク2ボール。さあ何を見せるか。あっと2-3です。打っていった。セカンドへの打球ファーストへ送ります。ファースト取ってこれはアウトです。石崎さん、今アウトを取ったわけですが何のボールでしたか。はい、まっすぐですよ。ですね。まずは初球見送りました。この球は外れています。このボールはバットを出しません。カウント1エンド1。さあ3球目はどうか。変化球で内を攻めます。ストライクゾーンをいっぱいに攻めていきます。あっとスローアウト三振。スリーアウトチェンジ。さあ今のプレイご覧いただきましょう。ただいまの回ホームランを決めました。2回を終了しています。しかしジャイアンツ3点を追加。4対0リードを広げました。スピードあふれるプレーでフィールド狭しと駆け回る。目指すはチームを引っ張るリードオフマン東出明宏。7番セカンド。今日から4月に入ります。今日もたくさんの野球ファンが駆けつけました。まずは簡単にストライクが来ました。ワンナッシングです。さあ次はどう攻めるか。今度は落としてきました。いや西崎さん、このピッチングはどうご覧になってますか。今日のピッチングを見る限りストレート三振。先頭バッター三振に切って取りました。リーグ有数の強肩と堅実なキャッチングで正捕手の座をがっちりキープ。石原良幸。さあどこから来るか。最初のボールを決めました。ワンストライク。さあ2球目入れてきました。ここは追い込んでいます。インコースわずかに外れた。2ストライク1ボール。3者連続三振。空振りの三振に切って取りました。今のプレーをもう一度見てみましょうか。ピッチャーに回ります。黒田3回の表2アウトです。ピッチャー黒田、背番号先頭打者は三振。その後三振を取っています。最初のボールはまずはストライクを取りました。148キロです。今度は変化球2ストライクノーボール。追い込んだがなんと空振り三振。3アウトチェンジ。ストレートで空振り三振に切って取りました。さあジャイアンツこの後2番から始まります。3回の裏ジャイアンツの攻撃返します。この回の先頭ニオ。3回の裏ノーアウトです。さあ2球目はコーナーへ決めました。インサイドの近い球が頭に残ってるっていうのはありますけどもね。ああなるほど。ここは中を見せて外に来ました。次が4球目。この打球はファウルになります。次が5球目。さあいい当たりだ。打球はセカンドへ。さあノーアウトのランナーが出ます。辰川さん、今のはどうでしたか。今のはねちょっと親がというボールでしたね。はい、この球を打ってヒットにしたのが今のバッティングです。この球は低めに決まった。これもいい当たりだ。これは低い打球。あっとワンバウンドヒット。ヒットになった。どうぞ。これがこの試合初めてのヒットになります。初球ストライクワンナッシングです。第2球はどういく。ストライク2ストライク。遊び球はあるのか。
三球三振、一気に決めてきました。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。アウトを一つ取って次のバッターです。高橋芳信、千葉県出身。どこから攻めるか。初球インコース、カウントワンストライクノーボールです。あっとこれは強い当たりだ。この当たりはセンター打ち上げた。これでアウトカウントが2つ、二塁へ送ります。高橋芳信センターライナーに倒れました。ツーアウトで次のバッターを迎えます。清原バッターボックスに入ります。低めに外れてボール、ツーボールになりました。アウトコース、ボールカウントノースリー、ストレートのフォアボール。これで全ての塁上にランナーということになります。下位打線に回ります。キャプテンバッターボックスです。1投目まずは見送りました。ワンストライクノーボール、外れました。ワンエンドワンになりました。強い当たり、これは三塁線フェア。さあセカンドランナー三塁を回ります。さあセカンドランナーもホームに帰ってきます。三塁はセーフ、6対0、タイムリーヒットが飛び出した。2点追加、その差は6点に変わっています。さあ打順が変わります。阿部、3回の裏ツーアウトです。次の2球目インコース外れてボール、ファーストランナースタート、キャッチャーはどうする。さあヒットエンドラン、ライトへの打球、1つ来てー、2ランホームラン、タイに見事に応えた。この東京ドーム、ライトスタンドに消えていきました。3回の裏ホームランが出ています。早くも一方的になっています。今ホームイン9対0。それにしてもど真ん中ですよね。これでは打たれませんよね。3点追加、この回一挙5点、点差は大きく開きました。今のシーンもう一度見てみましょうか。バッター上原、バッターボックスに入ります。第1球は最初は見ていきます。バッター読みが外れましたよ。